猛暑の中、今日から佐賀市の夏の風物詩、栄の国祭りが開かれています。今年で52回目となる佐賀城下栄の国祭り。イベントの人数制限などもなくなり、ようやく例年通りの規模に戻りました。今日は佐賀を中心に九州から集まった41のダンスチームが、厳しい暑さにも負けずよさこいなどを元気いっぱい披露していました。よさこいのダンスのあれに参加しに来ました。練習したのを発揮してるのを楽しみにしてます。楽しかった。いろんな屋台が出てて、なんか全部行ってみたいなって思ってます。花火です。また恒例の花火大会はこの後午後8時半からの予定です。一方、こちらは神崎市の夏の恒例イベント、城原川ハンギー祭り。ハンギーとは地元の特産品ヒシの実を収穫するときに使うたらいのことで、これに乗って26.5メートルの川幅を往復するハンギー競争が祭りの目玉です。会場には市の内外からおよそ300人が訪れ、中には川に落ちてしまう参加者もいました。楽しかったです。暑かったですけど怖かった。やっぱこんだけ暑いんで水浴びするような感覚で最高です。ハンギー祭りは新型コロナの影響で4年ぶりの開催となりました。